勃起さん。ネタはいつもハゲばかり、五十肩がつらい毎日、毎日毎日うざいポストをするパキポキです。はい、パキポキです。今日の一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は火曜日ということで、一週間始まって二日目ということですね。はい、お疲れ様です。今日のこちらの方面は快晴ですね。天気ですよ。昨日なんかちょっと曇っててなんかへーな感じだったんですけど、もう気分もへーな感じだったんですけど、はい、今日はスカッと晴れておりますねみたいな、はい、感じでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうかって感じですね。昨日ぼやきアップロードっていうんですか、ね、YouTube にしてたんですけど、朝まで待機中になってました。すんません、ペコリなんやな、ぼやきに聞いたら寝れへんやないかっていう既得な人がおるかもしれませんけど、おらんかもしれませんけど基本その日に上げていくようにはしてますので、はい、まあ2、3人ぐらいかなと思ってるんですけどその2、3人の方のなんすかルーティンっていうですか、毎日のルーティンをちょっと崩してしまって申し訳ないなと思うんですけど、はい、まあ、あくまでこれはもうちょっとラジオ的な感じでやっておりますんで、画像を見なくても、お話を聞くだけで、楽しんでいただければなとかって思っとる、内容でございます。まあ、最後の吉野さんはですね、毎回朝歌をすればあげるというね、はい、盗撮でやっておりますんで、はい、本人の了承は得ておりませんので、はい、いつか怒られるかなと思っております何してくれてんねん、ありがとうみたいなね番組の吉野さん、なんかちょっとめちゃめちゃもう 5月よね、4月5月、結構ヘビーよね、あの人ですね。もうこの前の祭りでももうぐってぐってなっとったし、でここ何日間かはそのあれ細川さんですよね、細川さんのところに行ってるんでしょう、近所なんですかね、なんかこう薪をくれてなんかすみません、なんか陶芸家なんですかね、吉野さんですね。なことあるかいって言われそうですけどね。その細川さんの鉢も私一つ買わせていただきまして、まあ備前よりもちょっと高いぐらいか、まあ、ちょっと高いぐらいだったんですけど、すごく玄人好みそうな土の肌の色というか、はい、ちょっとこうシックな感じで、はい、あれ何入れたかな、入れましたよ、はい、あれも植え替えしましたもんね。どんな風になるだろうかとかって思っておりますね。一応窓際マダガスカルはですね、ホリダとアエオニウムと、あとはまた亀甲流と、なんか売ったですわ、はい、は うちの中なんですけど、もうそれ以外は、まあ、全部外ということで、はい、やっぱり違いますね。眺めも外や出してるんですけど、なんか皆さん葉焼けがどうたらって言うんですけど、一切気にせず焼けまくってますけどね、はい、まあ、朝のストーリー見ていただければどんな状態になってるかっていうのは分かっていただけると思うんですけど、あ、元気で育ってますねっていう方もいらっしゃれば、うーんっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、まあ、あくまでこれ園芸自己満足でやっておりますんで、まあね、植物をこうなんですかポストしたりしたら、うわいいですね、あ綺麗ですねとか言って言われたら、それは嬉しいですけど、実際はね、自分だけの世界になっちゃうからですね、こればっかりは。はい、やっぱな、かたやこの形が嫌いという人もいれば、この形大好きっていう、まあ、共感する人もいらっしゃるでしょうけど、まあ、それが SNS かと思うんですけどですね。はい。だからやっぱ自分もこんな風に育てたいなとかっていうなれば、その人のポスト普段を深掘りしていくっていう感じでしょうけど、まあ、なかなかちょっとやり方っていうのはもう人それぞれでしょうし、感覚もありますからですね。で、そこの住んでる地域性という、なんていうんですか、気候も違うでしょうし、ね、もう何回も言いますけど、同じ福岡県でも全然違う、温度差が違うところもありますし、日照時間も違いますし、ということで、
まあ、バンキシャの城さんがいつも言う経験値ですよっていうところで、自分がそこに住んで、どんな風にして植物をね、接していくかっていったところになるんかなとかって本当思います。だから何ですか、NHK の栽培ナビとかですね、あ、何月は何をしましょうとかっていうのはあくまでも参考でっていうことで、あれ結構、監修後ろにこう、この方とこの方とこの方の意見を聞いてますみたいな感じで書いてるじゃないですか。その人がどこの地域の人かもやっぱ見とったらいいかもしれないですね。はい、まあ、私は九州なので九州出身の人が発言してたらやっぱちょっとこう見てみるとかね。はい、東京であれば、東京の方とかがね、まあ、じっくり見ればいいのかなとかと思うんですけど、あくまで参考ですよね。はい、もうそこが面白いんでしょうね。誰か、まあ、全く同じ育て方しても全然違った育ち方をするっていうのが、まあ、この園芸、まあ、生ものですからね、植物はですね。はい、そう簡単には言うこと聞いてくれませんよってね、感じで。で、あとちょっと一つね、なんかへーっていうのがあったんですけど、はい、じゃあこの続きはまた後で。はい、パキポキさんのブラキ続きということで、快晴です、暑いです、車の中暑いです、エアコンつけるまでないですけど暑いですということで、はい、今何度なんだろうかとかで思っとるんですけど、昨日かな、昨日の夜、夜ん、いつだかな、なんか30何度とかもなっとった時ありましたもんね。いやー、たまらんですが、一応話で、どうなんですか、皆さんのお宅も暑いですかということで、もう来週から何回も言いますけど梅雨入りするでしょうということで、雨来ますよ、このカンカン照りの後のギャーッと雨降るのってどうなのかって本当思うんでですね、ちょっとまたピリッとせないかんのかなとかと思っておりますね。はい、降るのはいいけどね、それで降った後にスカーンとこう風がちょっと吹いてですよ、ね、土がいい感じに乾いて植物たちが、あ、気持ちいいわって、ね、なってくれればね、一番それがいいんでしょうけどですね。はい、さて先ほどの話の続きですけど、ちょっとふわっと思ったことがあったんですけど、TMX さんやったかな、私がもう初めの頃からずっとフォローさせてもらってる TMX さんです。まあ、木系が、ね、結構中心にポストされてある方なんですけど、プチさんですかね、プチさんってなんかちょっとこう、そういうグループというか、なんていうんですかね、なんだろうね、ブランドなんですけど、はい、その方の、あの人ってどこの位置づけの人なんやろか、それとも全然関係ないのかな、ちょっとわからないんですけど、はい、まあ、その方の、ポストで見てたストーリーやったかな、あれはコピアポーですかね、あれ、ここもあるかな、なんか、まあまあ、要はコピアポアで、もう見るからになんか死んでますみたいな感じだったらしいんですけど、これも死んでるからって言って、家の傍らに置いていたら、知り合いがうちに来て、あら、これ発根しとるんじゃねとかっていう話になって、実は生き返るというね。はい。植物、意外と死んでそうで死んでないかもしれない説。はい。ほんと、思いました。パキポリオイデスがもう私りましたっていう感じで、結局もうダメだったと思うんですけど、一回復活してるんですよね。ああ、もうダメや、ぐちぐちやと思って、次の日か、次の日か知らないですけど、また膨らんでたんですよ。だから、植物って根本的に死んでないかもしれない説っていうのがですね、だからエグさんがですね、もう私も死んだかと思ってだけど、もうずっと、もうちょっと戒めとして植えてるよとか言って言われる方もいらっしゃるんですけどですね、何がどう転んで意外と成長点が死んでなくてそこから復活するっていうものもあるかもしれませんね、っていうのをちょっとかすかな期待と園芸の言い訳というか思いました。はい、まあ、そこも奥が深いなとかって思うんですけどですね、はい、
なんかね、そういう植物をもう使い捨てじゃないですけど、もうあ、死んだ死んだ、ポイポイってね、なんて入ってる次とかっていうのもなかったら寂しい感じがしますけど、まあ一つ一つ悔やんでいくのもどうかなとかと思いますけど、まあ相対的にやっぱ次につなげる、何が悪かったんだろう、まあ、じゃあ今度こうしなったらこうしてみようとかですね、まあ、そういう頭になってもらえればですね、植物たちも浮かばれるのかなとかってやっぱ思いますよね。はい、やっぱ口聞けませんしね、植物が口聞けたら本当楽なんでしょうけど、あのこのパキパキさんのぼやきはですね、植物があの口でぼやくっていうのが最初のテーマでやってたんですよ。私の友達、まあ、熊本のご主人様って言っても本当あまりこう、話すことは少ないかと思うんですけど、最初はですね、熊本の友達がいまして、それで熊本の友達がその植物ハマったんですよね。で、私なんかも全然も全くもみじんも興味なかったんですよ。好きやねって、そんなハリーポッターみたいな手に何万も出したねっていう話をね、こうさせてもらってたんですけど、なんかいつの間にかね、私の方がなんかすごいなんか、ハマっとるというか、まあ、インスタにハマっとるような感じですかね。はい。まあ、そういう感じで、もうなんか沼に入ってますね、私もですね。はい。まあ、皆さんのその絡みだがね、好きだったりするところがありますので、まあ、基本は寂しがりやないですか、ね、で超皆さんよりもかまってちゃんなんで、はい、まあ、そこら辺は、はい、よかとしこいて何言うとねっていう話なんですけどね。まあええです、ええです。で最初そのぼやきっていうのが、もう聞いてくださいよ、うちのご主人様ですねとかっていうような感じの口調で、そういうペースでなんかやってたんですね。でそれで、バカでしょとかってなんかってぼやくという、ちょっと奥さん聞いてみたいな感じの内容だったんですね。はい、まあ、あれはあれでなかなかね、ちょっと、結構面白かったみたいで、植物目線で話すっていうのがなんか斬新ですねっていうふうに言われたんですけど、そうかなとか思いながらですね。まあ毎日同じことさせてもらってますけども、ほぼほぼ9割方滑ってると思ってますんでですね、はい、かなりこう心臓鍛えられてるはずなんですけど、ようへこむ。もうちょっとしたことですぐへこむ。だって人間なんだもの、ハゲハゲって感じですかね。まあ、本当そんな感じで思いますよ。はい、だから皆さんがね、ちっぽけだらね、ちょっとね、ことでもね、もうそんなくよくよしちゃいかんですよって、くよくよするやつか言われてもどうなんて感じがするんですけどね。まあ、いかに楽しむかっていうことですよね。もういろいろな人いますからですね、いろいろ刺激もらえると思いますよ。それで、ね、頑張っていければいいのかなとかって思います。はい、じゃあ明日は、水曜日ですね。はい、私明日休みでしょうよ。はい。とりあえず休もうや。ちょっとテンションもくたばってましたからですね、大丈夫でしょうや。ちょっと腰もだいぶ良くなってきたんでですね、はい、まあ油断せず、やっていこうかなとかって思っておりますけどですね、はい、皆さんは、週半ばっていうことで一番きついでしょうけど、気合いが入れて頑張っていこうじゃありませんかということで頑張ってください。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。せっけにー。住んでも俺たちはどこも同じだ。期待なんかしないぜ。俺はこの夏ハイで飛ばせ。ドゥ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 。エビはどこでも俺たちはエビでワイドだ。マジの怖さも OK だ。俺はこの夏ハイで飛ばせ。ドゥ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 。エビはどこでも俺たちはエビでワイトだ。マジの怖さも OK。 もし俺がヒーローだら悲しみを近づけようしないのに、そんなあいつのさ
預けない心が寂しいだけ。あいつも翼の折れたエンジェル、みんな止める。